3番手本日の主犯格キングタートルです。よろしくお願いします。
こんばんは、キングタートルと申します。本日のハイブの主犯格でございます。じゃあ軽くメンバー紹介させていただきます。俺がカウントしたテンポについてきてくれました。目が隠れてますけど綺麗な目をした子です。ドラム大里つむぐ。俺の出したテンポにを弾いてくれた人です。一応このなりでも最年少、まだまだ未成年です。はい、釘島翔吾。俺のテンポに合わせてソロを弾いてくれた子です。なんやお前、なんやなんか言うよ。派手なギター持ってるね。かっこいいです。かっこいいね。篠原貴明。そしてそんなテンポを出したハンディです。ギターと歌やらせてもらってます、キューブス恭平と申します。よろしくお願いします。こんな感じですね、今日。ハイブ、まあ、だいたいなんか俺が全部仕上げてしまう、仕上げたっていうか、なんか言い出しっぺで勝手に話してしまった感じなんですけど、今日出てくれたザ・カンクと小原武弘君はほんまに付き合いが長くて、カンクとは本当にもう あそこのリードギターの、どっちで活動してはるのかな、やらへんし今、学校ではリードギターの方、椿さんっていう通称で通ってたんですよ。で、その方と本当に高校、本当16、17ぐらいからの付き合いで、今21やから、何年ぐらいなんだろうな、4年か5年ぐらいの付き合いで、最初見た時、まあ今のちょっとなんかいわゆるイケメンソさんなんですけど、初めて会った時とかなんか、どこのビジュアル系みたいな顔してあって、で、なんかすごいライブ見た時もなんかすごい、どこの、なんですかそのベルトいっぱいな服はみたいな、どこのパンクファッションですかみたいな、そんなん着てはって、すごいバリバリのメイク決めてはって、かっこいい感じで弾いてはったんですけど、今もう爽やかな高青年になってはって、でですね、もうかな、で、小原くんはもう同じぐらいです。高校とか学校とか違ったんですけど、そういうライブとかし始めて知り寄ってね、で、そうやんか、で、知り寄って、小原くんともまたそんぐらいの付き合いがあって、こういう場所で一緒に対バンさせてもらって、いわゆる戦友ですね、本当にこういろいろ切磋琢磨して高め合った中、高まったんやろかね、お互いね。な感じで、今日は来てもらいました。本当に自分は仲間に助けられてやってるんやなというわけで、じゃあそんな長い話は置いといて次行こうか。次はチキン。
Thank you.